ちゃいました。あー、DH0700昨日の今日です。昨日の今日でやってまいりました。アディダスのバックパック上げていきましょう。なんかなんかシューズの匂いみたいな、そんな感じがします。おお、結構ね、まあまあ大きさあるしね。なんか小さいかなと思ったけど、そうでもないんだね。結構見た目よりスポーティー。そのネットで見るよりもね、こうなんていうんだろうな、この素材、マテリアルあるね。 DH0100 モデル NER68。さあ届きました。ここに3本線。 The brand with the Swiss stripes die Waltmark。 これはドイツ語 The Mac Oxley Band です。これはフレンチ。おー、来ましたよ。ここで、あ、止めてるのね。ちょっとかなりすがすがしい内容となっております。わかるかな。すごい透けてるんですよね。大丈夫かな。結構深みがあるね。これもただ袋って感じなんですけど、ただの袋なんだけど中に、パソコン入るところのポケットと、あとジッパーでここら辺まで入るジッパーのポケット、あとスマホが入りそうなポケット、この3つのポケットがありますね。で巻く時はこうなのかな。どうやって巻くの？え？これで？え？どうやって巻けばいいんですかね。あ、これでこう巻きます。で、この取っ手をここにこっちに回し込んで、ここにペロペロってあるから、これでこいつをカチッとやるということで完成というわけですね。ここには一応スポンジがついてます。まあスポンジだなぐらい、そんな別に厚みがあるものでもないし、まあベーシックな。裏地にも、メッシュがここ、1本2本とありますね。お、ここに後ろにチャックがあった。なんだろう。あ、なるほど。ここで、パソコンを出し入れできる感じですね。まあでもここで全部大体ここで出し入れしちゃってもいいぐらいの感じかもしれない。割とこのチャックはいいかもしれない。サイズ感こんな感じですね。サイズ感こんな感じ。どうかな、普通に普段用に使える。はい、荷物入れた感じだとこんな感じ。割とスリム。こんな感じですね。結構密着して。はい、ということでバッグを買っちゃいました。また何日か使って、使った感じをまたレビューしてみたいと思います。